エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はゲームを作る側の苦悩を体験できるグッバイワールドをプレイしていきたいと思います。さあね、約束も前回ね覚えていたっていうことなんで、結末が変わったんじゃないかという主人公も考えてたけど、どうなるんだろうね。まあ、ここからまた話がどう進むかだよな。そろそろグッバイワールドの意味が出てきてもね、いいような気がするけどね。じゃあ、いつものごとくパズルゲームやりましょう。3面。負けても進んでるからなぁ。あー、嘘そんな叫ぶゲームと思ってなかったけど。お、よし。もうこうだよね。あ。間違えて積んじゃった。よし、へい。なるべく遠く。うわー、これ、まあ、こう。痛いよなぁ。お難しすぎんか。よし。なるべく持っていく。なるべく持っていく。あめっちゃ難しいやけど。マジ普通に悔しい。あああ、マジかー。マジかー。もしもし、カニちゃん。まで、久しぶり。久しぶり。急にどうしたの？いや、まあ。最近どうしてるかなって。気にしてくれてるんだ。今月末で研修が終わって、そしたらついに正社員。の大人って感じじゃない？すごいね。カニさんはさ、どうしてるの？まだゲーム作ってる？うん。そっか。どう？調子は。さ。できたんだよね。ゲーム。え？パブリッシャーにもって言った。すごいじゃん。そんなことない。反応も最悪だったし。そっか。今のままじゃ商品にならないってさ。だからさ、もしあんたがよかったらなんだけど、あんたがよかったら、作ったゲーム遊びに来てくれないかな？あんたのアドバイスが欲しいんだよね。そっか。ごめん、忙しいか。あ、そうじゃなくてね。私なんかのアドバイスが参考になるのかなって。なるよ。だってさ、私のゲームをちゃんと見てくれてたのは、あんたぐらいだから。そっか。じゃあ、どうしよっか。どうって？
いつにするの？私はいつでもいいよ。あんたの都合がいい時で。それなら、今度の火曜日とかは？火曜日。7月12日。で、合ってる？うん、合ってる。わかった。何時ぐらいに行けばいい？いつでも。家から出ることなんてないし。ならお昼くらいとか？それでいいよ。あ、お昼は一緒に食べる？あんたに合わせるよ。オッケーと。火曜日のお昼に集合して、一緒にご飯食べてから、兄ちゃんのゲームを遊ぶ。でいいかな？いいよ。他に何かある？大丈夫。そっか。じゃあ当日。うん。また。またね。重い。重い。まあでも、そっか、あの後まだ会ってないわけだもんね。まあでは、このゲームを遊んでどう思うんだろう。また、懐かしい気持ちにさせることができる？心を動かすことができる？電話越しでは伝えられなかった。でも、熊手がこの部屋に来たらちゃんと言うんだ。ダサいって思われてもいい。もう一度私と一緒にゲームを作ってほしいって。チャプター10。2019年4月。立ち上げた時とかそんな感じかな、部屋の感じからしてね。てかストーリー気になるんやけどさ、ストーリーもなんだけど、こっちの難易度もなかなか気になるんや。あれ？このブロック配置はマリオじゃね？さすがに。大丈夫か？1の1のステージっぽい感じになってるけど。あー、そっか、こういう置き方もできるのか。今更やけどね。で、土管の代わりに石があると。もう配置がそれだもんな。で、はいはい、入ったりできんよね、さすがにね。これはジャンプで頑張りたい。よし。さあさあ、こっち、こちらへ、こちらへ。んで、5個はあるけど、結局消費を考えたら上2個使うよっていう感じだよね。はあはあはあ。で、こう回収して、めちゃくちゃいるな。めちゃくちゃいるな。多すぎない？さあ、5個もあるよ。回収。
ってことは大量に使うってことでしょう。だいぶブロック崩すの慣れてきたね。上は何もないね。上行っても何もないよね。あー落ちた。あーそこ落ちたら多分ダメなところだったんだろうな。次は成功させる。よし。で、トントンの。はい、倒して。10、11。これとか本当マリオだもんね。ほら、タワーがあって、ってことでしょ？あれ、ブロック11個回収できたけど使わなかったね。1の1クリアでーす。実質1の1だよね。あ、ブロック一応なんか加算されてたんだね。さあ、始めようか。一の一。ああ、だから一の一か。最初のステージってことか。ああ、なるほど。そういう意味でマリオの一の一ね。よく考えてんな。うわあ、それは、それはいい。ちょっといいですか？まあ、こっから全部動いたって感じだったもんね。始まりを思い出してんだね。はじめまして、イラスト学科の熊手です。ドット絵描ける人を探してるんですよね。それ私に任せてもらえませんか？亀井さんが判断してください。私にドット絵が描けるかどうか。あだ名で呼んだ方が仲良くなれそうでしょ？私のこともクマちゃんって呼んでくれていいよ。そう、クマちゃんって呼ばないよね。あんただよね、ずっとね。クマちゃん呼び添えはしてないよな。それで？なんでゲーム作ってるの？緊張とか不安で押しつぶされそうな時、好きなもののことを考えるの。いいよ、一緒にやっても。私もカニちゃんとゲーム作るのすっごく楽しかったから。で、この部屋ができたというわけか。今日からこの部屋が私たちの場所になるんだね。改めてよろしくね。でも確かにこの時のクマちゃんっていうかカニちゃんのその喋り方と比べると、なんか今は全部隠してるって感じがするもんね。お、クマ。クマで止まった。クマちゃん言えなかったんか。
チャプター11。2021年7月12日。あら。またゲーム。あれ、食事とか行かなかったのかな。でもこのシーンあったよね。ちょっと待って。難易度上がりすぎじゃないですか。ちょっと待って。ちょっと待って。難易度が爆上がりしてますけど、何ですか？心境に合わせてですか？いや、爆上がりしすぎよ、ちょっと。とりあえず置いて、そうだな。ブロック3つにしたいのはあるけど、難しいな。これでいいのか。こうするしかないよね。で、降りて回収。ああ、回収したらダメだったね、今ね。うわー、マジか、難易度高すぎやろ。さっきのステージがね、簡単すぎて、壊す前に見ないともダメだね。あ、やばい。はい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 。どうしたらいい？置けない。いやー、当たるか。置けないんだよね。うわ、これむず。強制終了です。約束日になっても、までがこの部屋に来ることはなかった。あー、なかったのか。カニちゃんごめん。実はバイトの子が体調不良で来られなくなっちゃって、代わりに出勤しないといけなくなったの。熊ではすでに新しい自分の居場所を見つけていて、私と一緒に過ごした日々はもう過去のことになってしまったと今更になって気づかされた。だからね、遊びに行くな、また今度でもいいかな。もうとっくに私の居場所は、なくなってしまっていた。猫がとても辛い。お前みたいな人間が何か作ったところで誰も相手にしないんだよ。私は構わないです。こんな自己中な人と一緒にやりたくないんで。私が商品価値を感じていたのは、神井さんのゲームではなく、熊手さんが描いたドット絵なんですよ。お前みたいな人間。自己中な人間。価値のない人間。
私、今のバイト先でさ、メニューとかポップの挿絵を描かせてもらってるの。こういうのだけで私は十分だなって。そういうことだから。嘘やろ。カニちゃんいる？勝手に入るよ。お邪魔します。あれから連絡つかないから心配になってさ。いないの？うわ、ここで動かすことになるの？初めて。めちゃくちゃ嫌なんだけど。私が使っていた机だ。私が出て行った時のままだ。観葉植物だ。枯れてしまっている。中古で買ったビリヤード台だ。カニちゃんはこの部屋に遊び心を持たせたかったらしい。遊んでいるところは一度も見たことがない。こっち行けないのか。スチールラックには箱がたくさん並んでいる。中身はすべてスニーカーだ。学生時代のカニちゃんはスニーカーが大好きだった。ゲーム開発がうまくいかなくなり始めてから、スニーカーに対して全く興味を示さなくなった。これは観葉植物一緒か。カニちゃんが前に働いていたバイト先のエプロンだ。とっくに辞めたのにまだ返していないようだ。カニちゃんの机だ。ゲーム機が置いてある。画面が少し割れている。窓際行きたくねー。行きたくねー。寝てるだけだな、いいな、そこで。それだと嬉しいな。窓が開いている。カニちゃん？あ、画面が動く。持ち手が震えてるよね、これね。うわ、マジか。熊で。まずはこのゲームを。最終ステージまで遊んでくれて、本当にありがとう。あ、ちょっと待って。
このゲーム画面触ってたのクマちゃんだったってこと？マジか。勝手にカニちゃんかなと思ってたけどクマちゃんだったんだね。やっぱりあんたくらいだよ、私のゲームをちゃんと見てくれてるのは。あれから一人で考えたんだ、あんたが言った言葉の意味をさ。あんたに言われた通り、私は自分を見失っていた。もっと売れるゲームを作らなきゃって。正直生活のためというよりかは変なプライドがそうさせてたと思う。もっと売れるものが、もっと評価されるものが私には作れるはずなんだって。昔の私はもっと自分本位で遊ぶ人のことなんか考えてなかった。自分のゲームが理解されなくても理解できないやつが悪いんだって本気でそう考えてた。独りよがりだよね。だけどすごく自由だった。ずっと忘れてたのに、一人になった今やっと思い出した。だからこのゲームを作った。ただ私が作りたいと思ったゲームを、パブリッシャーからは酷評されたけど、そんなことはどうだっていいんだ。作ってて楽しかったからさ。なんでゲームを作るのかって？何度もあんたは聞いてきたけど、ずっと私にもわからなかったんだ。だから答えることができなかった。でも今なら答えられるよ。私はただゲームを作ることが楽しかったんだ。ただそれだけなんだって。今更こんなこと言ったってあんたを困らせるだけかもしれない。だけどあんたと一緒に作ってきた時の方がもっと楽しかった。だからさ、私はあんたと一緒にこのゲームを完成させたい。これが最後になってもいい。だからもう一度だけやり直せないかな。ああ、ここでやり直すが出てくんの？世の中には本音を隠すバカがいる。心の内を明かすことでダサいとか頭がおかしいとかそう思われることが耐えられないのだ。そのくせ頭が悪いからいつか誰かの目に留まるところにこっそりと本音を忍ばせたりする。それこそ本当にダサい人間のやることだと私は思う。
ッバイワールド。最初のセリフあれクマちゃんだったのか。こんなゲームで本当に大丈夫なわけ？大丈夫だよ。何か不満？いやさ。なんで私死んじゃったみたいにされてるの？俺は飛び降りたかと思うじゃん。だって言ってたじゃん。どんでん返しがあって、メタフィクションで、思いもやらないタイミングで主要人物が死んじゃうような、そんなシナリオのゲームが話題になるんだってさ。ああ、じゃあこの開発がってことか。ああ、面白いね。死んだみたいな悲しい雰囲気になってたけど。クマちゃんやべえな。ああ、結局は死んでなかったよってことやね。あ、おまけが解放されたからおまけやってみようか。面白かったな、単純に。ちなみに、まあこれスタートすれば1の1から順にできるって感じか。いやー面白かったね。ストーリー重視はストーリー重視だけど、まさか2人の話もどんでん返しみたいな。ね。そんな感じで、こういうオチはちょっと気づかんかったな。まあそんだけ物語が良かったってことだろうね。で、もしかしたらね、エンディングの曲がちょっと流されてないかもしれないですけど、エンディングの曲がめちゃくちゃ良かった。オープニングもエンディングも、曲良かったね。まあ、ドット柄で。いいストーリーだったんじゃないかなと思います。まあ、これだからアドベンチャー系は、やめられんね。はい、ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。騙されたなと思ったら、高評価ボタン。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。